京ヤクルトスワローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている荻野。引っ張った。バッターは3番の山田。その回のスワローズ打線ですが4球で、はい、そうですよね、ほどそうですか。落ちる球を持ってきました。ストライクが入りません。打ちました。痛烈な打球、伸びていく。どうだ。いや、いい。さあ、これからスワローズが守備につきます。そうですね、理想的なピッチングだとは思います。はい、そうですよね。引っ張った。2回表に入ります。スワローズの攻撃、バッターは5番、森。スワローズ打ちました、流しました。6番バッター大島。山本、まずは先頭。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウト。初球は何から入ってくるか。いや、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。ランナースタート。外の球打った。バッターボックスは8番、源田。フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあ、スワローズその点差を。ランナースタート。ここは期待できるバッターですから無理に走る必要はなかったと思いますね。そうですね。変化球打った。スワローズ1点リードで迎える最終回。インコース詰まりました。打ち取っています。打ちました。ツーストライクです。インサイド落ちました。これでスリーアウト。試合終了になりました。小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況よろしくどうぞ。まずはスワ、インコース詰まりました。さあ、これから相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。さあ、まず1球目、インサイド落ちました。さあ、そしてバッターボックスには荻野が入っていく。インサイド落ちました。スワローズ何かストライクを取ります。次が3球目、セカンドランナースタート。打ちました、ヒットエンドラン。スワローズできた、打ちました、ヒットエンドラン。ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど。初球打ち、周回です。インサイド落ちました。なるほど、そうですか。ストライク振っていきましたが、三振。5キロがいきなり出ました。インコース詰まりました。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。取れました。なんWe'll be right back.
山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームがするかしないか大違いですからね。1球目は何で来るか。打ちました。バッターは2番に入っている荻野、ワンストライクです。ランナースタート、ストライク、走り盗塁を決めてきました。大きな戦力ですね。そうですね。ランナースタート、打ちました。ヒットエンドラン。スワローズ5球目は何か。セカンドランナースタート、打ちました。ヒットエンドラン。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、変わります。4番を迎える場面でこれが1球目。インサイド、打ちました。スワローズ打ってくるバッターですね。そう、2球目打ちました。さあ、これからターを打ち取っています。打った、大きな打球になった。ライト下がっていく。センターへ。ポーズの攻撃、バッターは6番。3球目打ちました。バッターは7番に入っている坂口。走ってきた。インサイド打った。さあ、そしてバッターボックスには源田が、しぶといバッターですよ。ボテボテ引っ張った。3球目、インサイド打った。ファイン。スワローズ1点リードで迎える。インサイド打ちました。大きな打球になった。3球目は何か。インサイド打った。出かねない当たりでしたね。そうですね。インサイド打った。